アンコール、アンコール、違う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 気持ちいい方に行かない違うって違うってこうセルフアンコールも懐かしいわ真ん中行くよ、どうせならありがとうございます本日の主役では皆さん、チェリップ祭りいかがでしたでしょうか本当にアイドルさんたちの力で素敵なイベントにすることができました各アイドルさんそして運営さん本当にありがとうございました大きな拍手をもう一度お願いします愛されてるねみんな嬉しいねだって歌わないんだよそうだよすごくない企画しましたっていうしかも全部冬さんがやったっていうなんかいやいやいやそうそうそうめっちゃセッティングしてくれて、ね、でもなんかねちょっと見合いですごいプロデューサーみたいになってそうそういう感じ GP みたいな、ね、さっきちょっと業者の人だったけどさこのコートにしてよかったねいや戻ってきたらこうやってすぐ言うでもまだ諦めてないからねずっと言ってさっきも楽屋で言ってたしライブでも言ってたの聞いたしいやもうでもこういう、 もう熱い心を持った人たちがいるから、うん、ミオもね、まあ、前みたいにもう潔く引退もしようかなって考えたんだけれども、うん、みんながこうアナウンスをね、うん、スクールに背中を押してくれたりとかしたのでミオもうちょっとね頑張ってみようかなってその間に時間もねたくさんあるので、うん、今みたいにライブを企画させていただいたり関西のアイドルさんのクレイルさんに今振り付けをねさせていただいているんですけど、うん、そういうことをやったりこうチェリップで培ったことは、うん、こう全部出していきたいなって思っているのでまた皆さんのお目にかかる機会ございましたら遊びに来ていただけるとまず明日ぜひよろしくお願いしますでは今日盛り上げてくれたメンバーを、はい、呼んでいきましょうか出順でいきましょうかね準備はできているでしょうかまず多分待ってるそこでスーシーちゃーんどうぞそしてダンスでねもう歌いながらっていうのは厳しいから踊りを任せられるのはこの人たちしかいないと思ってましたリンリンとカノン衣装これ本当にびっくりしてから、ね、隣でゴソゴソ出してきた時そして続いてイエハピーが出まして、はい、楽しかった真ん中にそしてその次ジュビリージュビリーチアーサインの宝物どうぞ前にそして最後にねバッチリ締めてくれましたフラリリのお二人どうだったみおんちゃんみんなのカバー見ていやなんかねエモみあるやっぱり見ててもでも自分はこんな曲を歌っててで それに対するみんなのねレスポンスを見ててこんなに盛り上げてもらってたんだと思ったらめちゃめちゃグッときてめちゃめちゃ泣いたんでそこにそうそうでしかもこんなにカバーを短期間で完璧にねみんな仕上げてくれて忙しい中それもとっても嬉しかったしでそれぞれのアイドルさんにぴったりの曲をチョイスできたと思うんですけど皆さんはいかがでしたかよかったよねみんなスージンちゃんはやっぱロックなサウンドがね特徴だし大人アイドルとして当時も一緒にやっていたから絶対フラッシュバックだと思ってでオファーを出してで2人はねさっきも言ったけどもダンスはこの2人と思っててでも動画見ながら覚えるのってすごく大変だからここまでよくやってくれたしかも2曲もと思って本当に感謝でいっぱいだしえニューハピの2人はねなんでそんなまたいやすごいよかったもうこの曲を任せられるのはチェリチェリップに続いてチェリチェリップそうそうそうイーハビの2人しかいないと思ってこの盛り上がる曲をねそうでもう思いをもう組んですぐココちゃんにさやかちゃんと、うん、あの直接ね交渉してたんだけどあのイエハピは希望がいいんだけど、うん、ちょっとキーもね低いところすごい低いしどうかココちゃんに確認してくれるって言ったのいやおやるやるオッケーみたいなえやるココさん言う聞いてないでしょっていういやサマータイムシンデレラかなって勝手に最初思ってて確かに確かにマユちゃんピーンってやつやりたかった あれねあのそうそうピーンやりたかったんだけど保証とかねまさかこの曲と思ってこの二人でしょうと思って嬉しい嬉しかったよねサウンド的にもねもう2人がいいかなと思いまして選んだのとジュビリーはやっぱ白が似合うからさ、うん、アゲインをどうしても歌ってほしかったよねなんか気持ち的にすごい天使感出てたと思う自分でもない選曲だったと思うそしてフラリリの2人はプロデューサーのね
あの隣の島根県松江市にあるカノーバの店長三亀 P がミオンたちと鶴さんサマータイムシンデレラを作ってくれた鶴さんとつなげてくれたから、もうこの2人に歌い継いでもらうしかないと思ってサマータイムシンデレラこちらに託しまして、バッチリ最後歌い上げてくれました。ありがとうございました。しかもね、さやかちゃんだけじゃなくてチェリップを粘り強くこうの息を伸ばそうとしていた冬さんというですねこの店長もいまして、ラストライブのあの公開 の後にラフズで本当のラストやってくれないかっていう風に、実はずっと打診を受けてたんだけど、ちょっとやっぱりけじめつけて8月末で行きますっていう風になっちゃったんだけど、その公会堂もね、最後にみんなが幕が降りてもやってくれてたサマータイムシンデレラを今日のこのチェリップ祭りの最後に2人がここで歌ってくれて、なんかずっとちょっともやもやこう冬さんに申し訳ないなって思ってた気持ちが成仏できた気持ちがちょっとねちょっとあって、なんか良かったなと思って、2人にはそういう意味でも感謝の気持ちいっぱいですし、皆さん明日もお付き合いいただけるということで楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。明日はねミオンちゃんが全部あのセットリスト組んで、そうもう聴きたい曲しかやらんということでミオンがあのセットリストの流れも組ませてもらって、でここにいる人たちはプロのオタクだと思うので、あの いつも土日が来ると対バンを経験してると思うのよ。けど普通の対バンでそれぞれで番が来て SE が始まってみたいな感じ で終わってっていうのはちょっとねいつも通りかなと思ったので、その SE を全部なくして、はい、アイドルの垣根をもうほぼ壊してアイドルもう一人いた、ふいこふいこで、もう全部つないでいこうと。もちろんねアイドルさんが歌うので MC はそれぞれの間にあるんですけれども、もうアイドルさん同士の曲はつなげてもう一本のライブにするっていう新しい試みをやっていきますし、皆さんのリクエストにお答えをして皆さんにいただいて、明日もチェリップの曲を歌っていただきますので、なので曲は今日と一緒なので、皆さん明日は心の準備を、心の準備とチェリップの動画を見て盛り上がる準備だけは明日してきていただけたらと。あのイハビのお二人も俺のとかいや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 とかにビビることなくビビることなくできると思うので、皆さん明日気持ちよくスカッと盛り上がっていただければなと思っております。そしてアイドルたちがですね、なぜか白い髪を持ってですね登場してくれてるんですけれども、ありがとうございます。これがですね、何が書いてあるかと言いますと、あのアシンメトリーって歌知ってますかね。アシンメトリーっていう歌の歌詞をね、ちょっと用意していただいたんですよ。真ん中来なよ。なやだよ。恥ずかしい。ね、でこれはナンバのトリビュードライブでもやらなかった一曲はもうここに取っておいたと言っても過言ではないので。今日はメインボーカル、このちょっと並び替えよう、この並び替えよう、私たちがチェリップです。すごい並び替えようか、なんかみんなが踊れるように歌えるように、じゃあちょっと広がってもらって、次でここフイニャンは？フイニャン、私あの幕裏でフイニャンも歌うために出てきたんですよ。そうじゃないよ、私並び替えるおばさん、並び替えるおばさん、ちょっとなんかどっちか何や踊れる歌う方が間違いじゃない、踊れる方がスペースの方がいいじゃない、あのなんかなんとなくで OK でしょ。今日先にだからサライやられたわと思ってサライやられたの、いやいやエンディングで撮ってましたね、はい、この曲先にサライやられたわとなんかやってたけど中盤でいいじゃないいいじゃない、あ並び替えました、サインのサライ歌いましょう、はい、サインの あちらは関西のサライでしたけど、はい、こちらサインのサライを歌っていきたいと思いますので、多分これはね明日しないと思うので、皆さん今日やりきっていただけると嬉しいなと思います。それではよろしいでしょうか。多分ねダメな人いないと思うから、楽しみ言わなあかんもなあれ。行きましょうか。かかった瞬間にこっちもあるらしい。こっちもあるらしい。何これどうぞどうぞみたいな。この曲はなぜかね来るんですよね本当に、うん。なので皆さん一緒に最後チェリップ祭り締めていただけると嬉しいなと思います。ではアイドルちゃんたちもお付き合いくださいませ、はい、それではチェリップ祭り最後の曲です、聴いてください、アシンメトリー、アシンメトリーか、
きますので皆さん喜ぶと思います。ありがとうございます。ではこの後それぞれ物販もありますし、告知事がありましたらそれぞれよろしければ最後に一組ずつ、はい、スースイちゃんからいきましょうか。ありがとうございます。CD を出しました。3曲入りの CD 売ってますので、よかったら物販来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてダンサーズ2人、2月23日ラフズさんでダンサーズビートネオあります。ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日みたいなダンスがずっと見れます。私たち5月ぐらいにまた地元戻ってきてライブする予定になっているのと、はい、2月18日にね大阪なんですけど周年ライブもありますので、よかったら2月23日にはワンマンライブもありますので遊びに来てください。よろしくお願いします。絶対行くわ。あと今日衛星チェキありますので、よかったら取りに来てください。めちゃいいじゃん。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そして、はい、私たち2月5日に3曲入ってるフォースシングルの僕の地図をリリースしました。どっか書いてある、あ、書いてある。いや、なんか頭の中で、はい、ぜひ皆さん素敵な曲ばかり入っているので手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人クラリリオ2人、2月15日に私ゾンの生誕祭があります。あら、おー、もうすぐにね、嬉しい。よかった。空いてたら来てください。いやー、かわいい。この控えめなところまでかわいいわ。控えめだね。よし。そして、今日はミオンも珍しくチェキをやって久しぶりに見ようかなと思いますので、よろしければ遊びに来てほしいというのと、フォトエッセイを作ったんですけど、ありがたいことで100冊くらい注文が来て、で今日手売り分10冊くらいですけど持ってきてるので、予約した方はもうお渡しできるのと、それ以外の方も10冊くらいはお渡しできるので、よろしければ遊びに来てもらえるとミオンの美味しいご飯台になりますのでよろしくお願いします。ではまた明日も皆さんは会えるメンバーだと思っておりますので、はい、少しでも多くの方と会えることを楽しみにしながら、本日も皆さんありがとうございました。ありがとう。バイバイ。イエハピのお二人ありがとう。ありがとうございましたね。カノとリリーありがとう。そしてスーシンのお二人ありがとうございました。ありがとう。じゃあ皆様、コロナウイルスには注意をしながら、常時うがいと消毒をしながら物販の方にそれぞれ向かっていただければと思います。また明日お会いしましょう。本当にありがとうございました。